火の神、氷の神、雷の神に触れるべからず。されば海の神現れ。実際にやってみた。雷の神に触れるべからず。お邪魔します。雷の島いるがサンダーえ、いいんかな。わあ、レベル50、うん、いけるねこれこれ捕獲いけるね。よし、じゃあちょっと生態系ぶっ壊しちまうか。ウェーイ、どうした？これが雷の神触れるべからず。俺、私動いてるもんね。配信普通に来てるよね、これ。これが雷の神触れるべからずか。何体以内に捕まえられなければフリーズしますとか、きちびげすぎない、わかる。また？